メリークリスマス、どうもアナイザンダです。今日はですね、クリスマスということでね、君たちにね、プレゼントをね、したいと思うよ。これはね、Vバックスをあげるとかね、スキンをあげるとかね、そんなもんじゃないよ。違うよ。好きなものをあげちゃうからね。ということで、まあ普通の喋り方に戻します。くれたサポートは、ルル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 ルアナイ。まあ、皆さん、サンタクロース来ました？サンタクロースって24、25に来るのか？メリークリスマスっていうのは24に言うのか？25なのか？メリークリスマスイブか？24は。メリークリスマスイブということで。今回はですね、私からですね、皆様にですね、案内サンタをやってやろうかなっていう、ものをあげちゃおうっていうね、企画でございます。まあ語りながらね、プレゼント応募方法とかね、聞いていただければなと思います。マジでサンタやっちゃうんで、好きなものをあげます。もう一度言います。好きなものをあげます。サンタさんにもリクエストするでしょ。そのサンタのさ、教会にお父さんお母さんがさ、手紙かなんか連絡とかファックスとか電話とか LINE とか送って、息子がこれ欲しいですって言って多分届けてくれるんやけど、今回はもう俺にダイレクトにください。もうサンタとは別で、アナイサンタ、これ一人しか教会にいません。はい、一人でやってる団体です。団体っていうのかな。ということでね、欲しいものを言ってもらえれば誰かに送りますみたいな。全員じゃないよ。俺もね、全員に送ってあげたい気持ちはね、マウンテンマウンテン、すなわち山々なんですけど、ただちょっとお金がないんで、そこは先生、すいません。送りたい気持ちはね、あるんですけど、まあクリエイティブでもやりながらいきますか。サンタクロースはほんで25か。なんでこれちょっといつかは送りますけど、プレゼントもちろんね。ちょっとあの、来年の1月までと期限を決めさせていただきます。すいません、そこはね、ちょっと吟味したいので、みんながどういう子なのかなって。だからまあ応募方法をね、後から発表するんですけど、まあどんな子か分かるような感じにしてもらって、この子良さそうな子やなみたいな。まあツイッターとか見てね、めちゃくちゃ悪口しか書いてへんやんけって子にはあげません。アナイはやっぱサンタクロースはいい子にしてたら来るよっていうシステムでしょ。他のサンタ教会もそうだよね多分。ほらもうプレゼントがてんこ盛りよ。オールマイトちょっと変えようか。ちょっとね、こんなごつくないからね、アナサンタは。サンタっぽいあかん、サンタっぽいスキンは嫌やな。ちょっとな、いや、まあ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 、これでいこう。アナザ、なんでこのプレゼント企画をやるかっていうと、去年プレゼントするねみたいな感じで、見てくれてるリスナーに向けてね、生配信に来てくれたリスナー限定でやったんやけど、めんどくてね抽選すらしてないということで、10万円のアマギフがね、こちら余ってるんですよ。はい、もう1回も手つけてません、1年間。なんなら会ったこと忘れてたぐらいなんですけど、まあこれをね、用いて、俺じゃん、おい俺じゃん、昔の固定スキン2つが。これはアナイサンタやれよというエピックからの、示唆か、なんだ。上限は10万円なんですけど、まあ、できるだけね、いろんな人にもあげたいなということで、まあ、謙虚な欲しいものを言っていただければ当選はしやすいよと。でもね、なんか、あ、俺、え？これから67回目を迎える有馬記念の公開枠順抽選が始まります。裏でですね、有馬記念見てました。抽選って言っても、ツイッター見て選ぼうかなって感じなんで、まあ一部、YouTube のコメント欄からも選ぼうかなって感じなんですけど、はい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 。でも欲しいものリストをまず送っていただかないといけないからね。で、そのついでにツイートも見ますよってことなんで、まあ、アナイさんの動画4000回見たぜ、みたいな。そういうツイートをするとね、当選確率が上がるやもしれません。ありがとうございます。別になんか登録しなくてもね、参加はできるんで、まあ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 。いただければ、まあ多分あの、全然関係ないやん普段みたいな感じでもね、まあツイッター見ますよ、これ圧ねだからそう、結構過去のツイートまで見るかもしんないから、うん、あの悪いツイートね、死ねよ案内みたいなこと言っとるツイートは消しとこうね、みんなね。で、ヒロアカをやりながら語っていいですか。自分サンタであのキッズたちをボコボコにするね。今からやる企画と反対のことしますね。はい、サンタの格好してボコボコにしながらね、キッズへのプレゼントの仕方をね、説明していきたいと思います。
はい、ということで今回ボコボコにしていくキッズはこちら、独特のスキンの子たちをねボコボコにしていきたいと思います。さあ肝心のプレゼント応募方法なんですけど、ツイッターのねメインアカとサバカがあるんですけど、メインアカに DM を送っても意味がありませんのでお気をつけくださいね。これ結構ねメインアカに送ってくる人結構いるんですけど、ちょっとメインアカはやめていただきたい。さあ今回ボコられて、ちょっと待ってね、あデクのあれがなくなっとるんか。そうね、まあ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 いいでしょ、まあ、グレポン最強なんでこのステージね。これで OK、 殺していきたいと思います。はい、もうそろそろね湧いてくると思いますんでね、はい死んでください。はい、はい、湧いてきたね、はいありがとうね、はい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 、頑張って建築してね。あー痛いねおい悪魔みたいなやつ、おい楽しんね楽しんね。で肝心の応募方法は、サブアカの方にですね DM で欲しいものリストと一緒に、送りつけてください。これね危ないですね。ただその欲しいものリストの設定があって、で欲しいものリストの設定がそのまま住所を打てるようになってるんで、俺に直接ね住所を送ってくるのはやめてください、個人情報なんで。でお母さんにも説明しといてね。で大人も OK なんで、大人のお友達もあげます。もちろんアナちゃんね優しいんでね、優しいんでね。死ね死ね死ね、死ね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 、楽しい楽しい。まあね、アマゾンの欲しいものリストって住所設定できるんですよ。そうすれば送る側に住所バレなくて送れるんで、そこだけねやってもらえるとなと思います。で欲しいものリストね作って、まあ俺専用でね作ってくれると助かるんですけど、10万円をね独り占めしたいっていう人は10万円のものを送ってきてもらってもいいんですけど、まあさすがにそれは当たりづらいとは思うけどね。よしよしよし当たったね。まあ謙虚なものを送っていただけると助かります。死ね死ねミサイル、何を止まっているんだい、死ぬよ。スマッシュきた。あんないぞ。まあでもできればねいろんな人にあげたいから、一人で10万円っていうよりもなんか1万円ぐらいがね現実的で、まあなんかあまりにも多かったら予算増やしてねあげればなと思うんで、まあアナチからのねクリスマスプレゼントを直接いただきたい方はぜひ応募してくださいまし。これちなみに正月もお年玉プレゼントとか言って多分同じような動画をあげますちなむとね。ということでね、まあ抽選は気が向いた時にマネージャーにやってもらいますので、だから今回はめんどくさくて送らないとか多分おそらくはない、マネージャーがそう思ってしまう可能性はあるので送んなかったらマネージャーのせいです。普通さプレゼント企画をさしてさ送れませんでしただったら炎上なんだけどね、去年はね本当に常にめんどくさくてって言ってたら、あ送れる時に送ってくださいで済んじゃった。わがべ、アナちゃんをなめちゃダメよ。自分のことアナちゃんっていうのちょっとしんどいかもしれん、今更やけど。ありがとね。スマッシュ死ね、あれブフーン、お前を殺す今ここで。そして補充してね、あ補充できないのか。ありがとうね、ありがとう。まあね、欲しい方は、まあ、簡単に言うと、今まとめといた、今この辺でね、画面内にまとめてあると思いますので、そちらを参考にしてね、応募していただければなと思います。ありがとうございます。はい。後ろから撃つ人はこう。そしてこう。こう。
ゾーンどこ本で、あったあったあった、ここにおればいいね。おいウェイウェイウェイ、取っちゃうよチームアルファが、取っちゃうよ。100いったら勝ちなんちゃうこれさすがに。あー次のポイントでおそらく勝ってしまいますね。デクスマッシュだけ取っとくか、一応念のためね、念のためデクスマッシュ。すごいな。さあどこに現れた、マップ取るところ、あゾーンあった、取られる前に行け。さあ取っちゃいましょう。危ない、大丈夫大丈夫、取っちゃおう取っちゃおう、取って100ポイントナイス、はい勝ちましたと。はいキッズボコボコにね、しましたということで、まあ欲張りな人はちょっと本当に嫌われるので気をつけてください。でもなんかまあプレゼントをね本当にしたいと思って、日頃の感謝の気持ちを込めてね、返せることはこのぐらいだと思いましたので、あまああと面白い動画作りね、その2点だと思いましたので、やらさせていただきます。あの良ければね参加してください。ほんでね、24日ということはもうクリスマスで冬休みに入ってるかなということで、穴石 H は年末までねおそらく毎日投稿続けますので、これもまあプレゼントになるのかな、プラスアルファのプレゼントになるかな、わかんないですけど、まあ毎日投稿させていただきますと。普通の動画ね、ショートはサボりだからダメで、普通の動画をねやりたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はいということで、皆さんじゃあね、これからも案内していちよろしくお願いしますと、まあ年末までね寒いんで風邪をひかないように健康でいてください。はいということで、今回の動画は以上。